たのは子供の頃に好きだったコーヒーカップ。初めてのデートだから向き合うと恥ずかしくて、横に座ってハンドルぐるぐる回した。タイプじゃないとずっと言っていたのに、二人はいつの間にかお似合いのカップルみたいだね。テレビ映像口の中入れた時、鬼に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスかこれが恋か薄目開けて見ていた。大人誕生、名物のジェットコースター、黄色い悲鳴が落ちる。最近以上ドキドキはしたくないよ。夕暮れの浜辺とかでファーストキスしたかったのに、親子連れがこっちを見てる炎天下。それでもきっと約束寸しいから、緊張することもなくいつもの私でいられたんだね。ジェリービーンズ、ぐにゃぐにゃの感触が言葉にはできないほど甘くて切なくて、生温かかったよ。やわらかなその秘密、これは夢かこれは愛か、青い空が眩しい。大人誕生、ジェリービーンズ口の中入れた時、鬼に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスかこれが恋か薄目開けて見ていた。大人誕生。